はい、こんにちは、116ウィンズです。今回は先発投手にフォーカスを当てていきますが、年々いい先発投手を確保するのが難しくなってきている MLB、 先発の FA 市場を見てもイニングイータータイプでも当たり前のように年俸1000万ドルくらいは必要ですし、先発投手の価値が上がっているように思います。またそもそもとして野球のレベルが急速に上がっている現代において、先発であってもリリーフみたいな球速が出て、かつぼちぼちのイニングも食えないとやっていけないという先発投手ゾーンも変わってきていて、活躍するために必要な条件も上がっているようにも感じています。そんな中で昨年まではリリーフメインだったけれども、今季先発に回ってここまで想像以上に活躍しているケースをちらほら見かけます。今季先発転向した選手のうち、個人的に印象的な活躍を見せている4人を今回はピックアップしていきます。1人目はエンゼルスのホセ・ソリアーノ。今季が MLB2 年目の25歳で、昨年はエンゼルスブルペンで38試合に登板し、防御率 3.64、 荒れ玉な印象はありつつも、最速100マイルにも届く力のある速球を武器にしたピッチングもまた印象的だったかなと。マイナー時代は先発投手で、2019年はシングル A で結構いいピッチングを見せていたんですが、その後2度のトミー・ジョン手術を受けることになってしまい、昨年本格的にブルペンに回っていました。なので先発に戻ってきたというのが正しい表現ではあるんですが、しかし今季ここまで13試合11先発で防御率 3.64、 ベースボールレフェレンスのウィンザーリプレイスメントで 1.1 を残すほど、いきなりメジャーの先発投手としてやれるとは正直思っていませんでした。5月以降安定感が徐々に増してきたイメージもあり、先発に苦しんでいる部分も多いエンゼルスにあって、ソリアーノの活躍は嬉しいサプライズでしょう。先発でのソリアーノですが、想像以上にまとまっているのが活躍につながっているでしょうか。フォーシームの平均球速が 98.9 マイルと、リリーフ時代とほとんど変わらない球速をまず維持できているのがすごいのですが、その割に支配的なピッチングをしているかと言われるとそうでもなく、奪三振の割合は昨年の 30.3% から今季 20.4% とダウン。一方で予視球の割合も昨年 12.4% から今季 9.7% と改善していますので、三振が減った分予視球も減らして補っている感じでしょうか。また今季のソリアーノで印象的なのは、シンカーの割合を大幅に増やしたこと。昨年 13.3% だったのが今季 38.7% と、球種配分としては最も多くなっており、これを中心に組み立てていると。そのおかげかゴロ率が 60.3% と、 MLB の先発投手の中でもトップクラスにゴロを打たせるのがうまく、ゴロが多い分致命的に打たれることも少ないのかもしれません。ソリアーノの投げるボールからして思っていたような先発転向ではないかもしれませんが、エンゼルスタジアムは打者有利な環境ですし、そこで活躍するためには今年の彼みたいにゴロをうまく打たせてダメージを抑制していくスタイルも必要なのかもしれません。2人目はジャイアンツのジョーダン・ヒックス。昨年オフにジャイアンツと4年総額4400万ドルの契約を結んだヒックスですが、先発をやらせるつもりだと報じられた時には驚きましたよね。ヒックスはカージナルス時代の2022年の約2ヶ月間を除けば、メジャーでは基本的にはリリーバーだったわけですから、先発としての実力が未知数な選手にそんな額渡して大丈夫なのかとも思いましたが、今のところ13先発で防御率 2.82、 ベースボールレフェレンスサンスのウィンザーリプレイスメント 1.2 はすでにキャリアハイの水準にあり、ジャイアンツの目が正しかったことを証明するようなピッチングです。あまり長いイニングは投げず、13先発で6回以上投げた試合は3回しかありませんが、5回を2失点前後でまとめることが多く、少なくともチームに勝つチャンスをしっかり残してはくれているでしょう。リリーフ時代のヒックスといえば、平均100マイルを超える速球系のボールがやはり印象として強いと思いますが、先発でのヒックスはここまでシンカーの平均球速が 94.9 マイル、リリーフ時代と比べますと平均球速が約5マイルもダウンしています。スピードが落ちた分、今までほどには速球系のボールに頼れないのを他の球種で補う必要があるわけなんですが、今のところヒックスはそれをこれまでほとんど投げてこなかったスプリットで補っています。昨年たった 1.6% しか投げなかったスプリットが今季 23.1% と割合が大幅にアップし、シンカーに次ぐ球種となっています。ヒックスのシンカーは以前ほどゴロを打たせる球種ではなくなっているみたいですが、スプリットと組み合わせることで依然としてリーグでも上位レベルのゴロ率を記録できていると。またヒックスはキャリアを通して右と比べますと左打者に打たれがちでしたが、スプリットが加わったおかげでしょうか、今季は左右差がほとんどなく、どちらもそれなりに抑えられている点も先発としての活躍を支えているかもしれません。3人目はブレーブスのレイナルド・ロペス。昨年オフにブレーブスと3年総額3000万ドルの契約を結んだロペスですが、彼も FA 契約と同時に先発転向が報じられました。ロペスはもともとメジャーでも先発をやっていた時期があり、ホワイトソックス時代の2018年と2019年には2年連続で180回以上も投げた経験がありますが、2019年にリーグワーストの自責点を記録するなど、まあいい時もあったりですとか悪い時もあったりな感じの先発時代。2022年から本格的にブルペンに回り活躍してきましたが、今のところサイドの先発転向はうまくいっています。11先発で防御率 1.85、 ベースボールレフェレンスサンスのウィンザーリプレイスメントは 2.2。 スペンサー・ストライダーが早くも今季絶望となってしまったブレーブス先発陣にあって、クリス・セールもそうですけれども、このロペスもローテーションを支える活躍ぶりと言えるでしょう。
そんなロペスですが、投球スタイルは意外とリリーフ時代と大きくは変わっていません。平均球速が3マイル落ちた影響でしょうが、フォーシームの割合は少し落ちましたが、それでもフォーシームとスライダーを中心とした組み立ては変わっておらず、あとはもう少しカーブを使うようになったくらい。むしろ大きく変わったのはロペスのスライダーの変化ですかね。これまでよりも縦方向の変化量が5インチくらい増えていて、これを低めに集めることでリリーフ時代と比べても明らかにスライダーで空振りを奪えるようになっています。スライダーの空振り率 47.1% は驚異的ですし、三振を奪う決め球としても機能していると。縦変化が大きくなった背景としては、球速が落ちた分重力の影響も受けやすくなった側面もありつつ、球速など同じような要素を持つボールと比べましても平均以上の縦変化ではあるようですので、意図した変更でもあるんですかね。 XERA が 3.83 と実際の防御率と比較してまだ大きく乖離がありますので、さすがに今の水準の成績はキープできないかもしれませんが、このスライダーが引き続き効果的な球種である限り、意外とこのスタイルのままでも戦えるかもしれません。そして最後はホワイトソックスのギャレット・クロシェ。2020年ドラフト全体11位指名を受けた後、マイナー未経験でストレートにメジャー昇格したことでも有名な選手ですが、今季に入るまで一度もプロで先発した経験がない選手です。2021年はホワイトソックスブルペンで55試合に登板し、防御率 2.82 と結果を出しましたが、ここ2年間はトミー・ジョン手術など怪我もありまして、ほとんど投げることができず、そのピッチャーが今季先発に回って13先発で防御率 3.49、 ベースボールレフェレンス算出のウィンザーリプレイスメントで 2.5、 そしてリーグ2位となる93奪三振の活躍は立派ですよね。4月は結構まとまった失点をする先発も目立ったクロシェですが、5月入ってからほぼ敵なしの状態で、開幕直前にトレードとなったエースのディラン・シースの穴を見事に埋め、今や彼がホワイトソックスの新しいエースと呼ぶにふさわしい、それくらいのピッチングだと思います。実際やっていることは球界の中でもかなり上位に入るレベルで、ベースボールサワントの彼のページもほとんど真っ赤。速球の平均球速 96.8 マイルは昨年とほぼ同水準で、そこにエリート級のエクステンションが加わることでバッターとしては球速以上に速く感じるボールのはずです。ただそれでもこれまではほぼフォーシームとスライダーの2ピッチタイプでしたんで、それで先発としてやっていくのは難しかろうと思っていたところ、今季カッターを導入し、これが瞬く間にメインの球種へと成長しましたよね。最近ではスライダーよりもカッターの方を頼っている印象すらあります。平均 91.1 マイルとちょうど彼のフォーシームとスライダーの中間的な球速帯のボールとなっていて、そのカッター自体がランバリュープラス6とここまで効果的なのもそうですが、他の球種、特にフォーシームをさらに活かすボールにもなったんじゃないのかなと。投球全体でもよく空振りを奪えていますし、ゾーン内で勝負できていることから余計なランナーも許さず、 XERA が MLB トップクラスの 2.19 と、この調子ならさらに成績アップも見込めるくらいの支配的なピッチングを見せているクロシェ。故障歴がありますので、そこの不安はありつつも、このままですとサイヤング賞争いに食い込んできても全くおかしくはなさそうです。ということで、今季ここまで先発転向がうまくいっている選手4人をピックアップしましたが、今後もこういった形で先発に回る選手が増えたりするんでしょうかね。今回の動画は以上となりますが、今後も MLB に関する話をしていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。